解きなさい。私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが力ずくでも。高志はどうする気？お嬢をたぶらかしたガキです。きっちり落とし前つけさせていただきやす。そんな。違うの。私が一人でお金を持ち出したんだから、高志は関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。京花、下がってろ。ずっと前に決めたんだ、俺は何があっても京花を守るって。待てこら。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ、引っ込んでろ。そうはいかねえ、あんたらそのガキ殺しかねんからな。やかましい。死ぬ気か、俺らじゃボケ。大した根性だな、この人数相手に。話は締めだ、やれ。高志、ああ、取った金は置いてけ、ずうずうしすぎる。分かったよ。ダメよ、お金もなくてこれからどうするの。でもよ、クソガキ、てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、挙句にはメールで組抜けるってか。は、黙りなさい。いいよ高志、もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの。え、それは、その…ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに、今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、お嬢はずっとお一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。たかし、俺確かに今は半端です。でも目いっぱい働きます。頑張って絶対に京花さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。高志、よせ。お前は極道じゃねえんだ。
さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え？京花、私は生まれついての極道だ。